旧三和銀行は台湾高尾市、鈴見山区にある文化資産の建築物で、日本統治時代は旧三十四銀行高尾支店、後に旧三和銀行高尾支店であった。第二次世界大戦後は高尾市警察局の発出所として1990年まで使われ、2003年に市文化局が旧三和銀行名義で市の歴史建築に登録。 修復計画が進められ、2020年1月より、カフェ、新浜、駅前として生まれ変わった。その名は、日本統治時代に、新浜町として区分されていたことに由来する。34銀行時代の建物旧三和銀行の、建物は34銀行が高尾に支店を開設する、前から存在しており、竣工時期は不明であるが、 台湾総督府鉄道中間線の濁停車場が設置された明治41年より後、濁郵便局が落成した大正2年より前とされている。過去の資料では建築時期を民国前10年5月1日としたものがあるが、この当時の所在地は埋め立て地になる前は海域だった。このため2000年代に高尾市歴史建築、 旧三和銀行調査研究及び修復計画を作成した市政府や建築事務所は34銀行高尾支店開設の対象10年を民国前10年とご表記した可能性があるとしている34銀行高尾支店は対象10年3月5日に開設されその後34銀行山口銀行河野池銀行が 昭和8年の合併に伴い誕生した三和銀行高尾支店として営業していた。終戦後、三和銀行は海外資産を放棄することになり、民国35年7月台湾にあった三和銀行の全支店、全資産は台湾銀行に所有権が正式に移転した。支店ビルはその後高尾市政府警察局鈴宮山分局、 新居浜派出所となり1990年に、手狭正と老朽化により高尾港駅により近い人海山荘寺へ移転するまで使われた。その後は空室物件として長らく放置されていたが、指定歴史建築登録後は高尾市政府文化局が借り上げて修復し、カルチャースポットとして再生する計画がある。戦前より、三和銀行向かいの、現、鈴見山一路に、 台湾銀行だけ支店があった。1972年9月より同値で、同行み山支店が営業している。MUFG 高尾支店が入る、中高集団総武退老さんは銀行の後ろ身となる、三菱 UFJ フィナンシャルグループが2016年2月25日に、全地区のランドマーク中高集団総武退老内に、高尾出張所を開設したことで、事実上、約70年ぶりに、 高尾への里帰りを果たしたことになった。また新旧良支店は高尾ライトレールによって直結され、旧支店は神戸製駅、新支店は南大円区駅が最寄りとなる。2010年時点の建物保護中の建物旧支店は、中央の正門から左右対称の木造とコンクリートを組み合わせた2階建てで、2階は中廊で、柱は逆線上になっていた。 左右に三つの長窓、両階の窓間には垂直方向に、セメント瓦の屋根には女将と言われる低い壁で囲われ、水平方向に装飾が施されていた。日本で西洋建築が本格化する過渡期の和洋折衷と見られている。壁には黄土色のレンガが使われ、さらに建物隅には角用の特製レンガが用いられた。窓の冊子には、 台湾辺にヒノキが至るところで使われていた。木造の梁は補助継ぎ工法が使われている。戦後はかなり改築がなされ、特に2階部分は34銀行時代とはかなり変更されている。ありがとうございます。